平野紫仕様、髪切り後の愛らしい毛玉作りを楽しみ、ファンを魅了。ユニークな一面が再び話題に、プロとフィギュアスケートファンの皆さん、こんにちは。今回は、元、キングプリンスのメンバーで、新グループ、ナンバー・アイの平野仕様についてお伝えします。10月16日、彼は自身のインスタグラムのストーリーズで、 髪を切った後に行う面白い恒例行事を明かしました。この記事では、その意外な癖について探求しましょう。平野紫仕様、髪を切った後の面白い習慣。平野紫仕様は多くの人にとって、トップアイドルであり、実力派の俳優でもあります。彼のファンにとって、彼の日常生活や魅力的な一面を知ることは非常に楽しいことです。 彼の最新のストーリーズでは、髪を切ったことを報告しましたが、それだけで終わりませんでした。ケタは愛する平野仕様。一つ目のストーリーズで平野は、髪を切ったことを報告しただけでなく、髪を目に切ったら、絶対やることですしょう。こちら M という言葉で何かを匂わせました。 そして次の投稿には自身の髪の毛を丸めた毛玉の写真をアップしました。これが彼の驚くべき癖の一端でした。平野仕様は髪の毛を切った後、その髪を丸めて毛玉を作ることを楽しんでいるようです。この行為が彼にとっての恒例行事であることが明らかになりました。彼はその愛着を次の投稿で現場連れてった小笑わら。 と告白し、ファンを驚かせました。毛玉の冒険。平野紫耀は、この毛玉をどこにでも持ち歩いて、それを楽しんでいるようです。前日に所属事務所、トべ、の YouTube で生配信を行った際も、東京ドームのグラウンドに毛玉を持ち込み、ファンを驚かせました。彼は、毛玉を野球ボールのように投げる写真や、自分の頭の上に乗せる写真をアップし、 ファンを楽しませました。生配信の舞台裏は意外にも緊張感はなかったようです。平野紫仕様の明るく楽しい性格がこの独特な癖にも現れているようです。平野紫仕様のユニークな癖に驚き、平野紫仕様はその魅力的な音楽活動や演技力だけでなく、日常生活でのユニークな一面でもファンを魅了しています。髪を切った後に、 髪の毛を丸めて毛玉を作るという彼の意外な癖は彼のファンにとって新たな魅力の一端と言えるでしょう。彼の明るい性格と遊び心はこの癖を愛する理由の一つかもしれません。ファンの間でこの毛玉の冒険が話題になっていることで平野仕様の独自の魅力が再び浮かび上がりました。